オレークは、ロシア帝国海軍の防護巡洋艦である。建造当初は1等巡洋艦。1907年9月27日以降は巡洋艦に分類された。1902年7月6日に、ボガトイリ級防護巡洋艦の5番艦として起航。1903年8月14日浸水。1904年6月24日に収益し、バルト艦隊に配備された。 日露戦争では、第二太平洋艦隊の一員として、日本海軍により、旅順に閉じ込められている第一太平洋艦隊の救援に向かい、1905年5月15日の日本海海戦に参加。オレークは損傷したが逃走に成功し、巡洋艦、アブローラ及びジェームチュクと共にマニラにたどり着いて、そこで抑留された。戦後、オレークはバルト海に戻った。 その後は、バルト海方面において、艦隊の復興のための練習公開に従事した。第一次世界大戦が始まると、オレークは、第一巡洋艦船隊の一員となった。1914年8月26日、オレークは、巡洋艦、ボガトイリと共に、バルト海での機雷不設作戦を支援し、オレーク自身も、機雷を不設した。1915年7月2日、 ゴットランド沖での海戦に参加。1917年の10月革命では、オレエク上院は、ボリシェビキ支持を表明した。白軍やエストニア軍、それにイギリスなどの革命干渉軍との戦争において、老能赤色海軍の中では最も稼働率の高い、艦の一つとなった。1918年3月のブレストリトフスク条約で、ヘルシンキの基地から去らなくてはならなくなると、 オレークはクロンシュタットへ向かった。1918年11月、オレークとボガとイーリは頓挫した赤軍によるエストニア侵攻に参加。1919年6月17日、クロンシュタットでイギリス海軍の魚雷艇 CMB-4 の雷撃により沈没。 1919年と1933年に一部が引き上げられ、残りは1938年に引き上げられてスクラップにされた。ありがとうございます。